これちょっとやっちゃいましょう。ミュの招待状スタンプラリーです。レッツゴー。はい、第1問、ミュの招待状。1匹しかいないポケモンはどれですか？あ、でも1匹だけカバンを持っているぞって書いてますね。あ、そういうこと。ん、カバンを持ってるやつか。カバン持ってる。あ、はい、この子です。ミュからの招待試練2です。嵐の海の迷路を越えられるのはどのポケモン？ヒント、尻尾の丸いポケモンだよ。はい、ゼニガメ。はい、次の3の試練ですね。途切れた道を越えよう。阿弥陀仁で途切れている道を必ず1本だけつなげてゴールにたどり着けるのはどのポケモンか。はい、リザードン。2からの招待状試練4ですね。この先を進むにはしりとりを完成させろ。赤枠にはどのポケモンの名前が入るかなってことですね。尻尾の特徴、はい、ピカチュー。楽勝でしょう、ピカチュウです。ミュウツーの招待状ですね、5番目です。ポケモン城にたどり着いたぞ。でラリーのポケモン城の部分にミュウツーのシールを貼ろう。するとラリーシートになった。赤文字が、あ、なるほどね、答えはミュウです。答えミュウです。ということで全部集めるとミュウですね。ミュウが答えです。終わりだ。